よし、キノコがいっぱい取れたぞ。リュウカ、こんな穴場よく知ってたな。へへ、わざわざ寄ってよかっただろ。昔、ララノアに教えてもらったんだ。ララノアって、前に出会ったリュカの幼なじみの？ああ、あの頃はあいつが次の族長に選ばれるなんて思いもしなかったな。確かあいつのいる西の森の集落はここから近かったはず。魔獣だ。でも、あれ？何か様子が。ああ、明らかにおかしいな。こっちには目もくれてねえ。まるで何かに追われているような。犬？もしかしてあの犬が魔獣を追いかけているのか？素早い動きで攻撃をかわしてやがる。何者？いや、何犬なんだ。ロルフ、そのまま逃がさないで。僕の矢でとどめを。やっ！すごい、急所に連続で当てたぞ。一体誰が矢を。やったね。いい子いい子。ララノア？噂をすればララノアじゃねえか。あ、リュカ、それに王子、久しぶり。そしてくらえ、ララノアボディアタック。相変わらずスキンシップが激しいやつだぜ。で、何してんだ？次期族長のお仕事だよ。森を荒らす魔獣を退治してたんだね、えロルフ。ロルフって、そいつの名前か。もしかしてお前が飼ってるのか？あ、リュカは初めましてだっけ。この子はロルフ、僕の猟犬。ロルフ、挨拶は？よろしく、ロルフ。それで、君たちはここで何してんの？キノコ狩りのために立ち寄ったんだ。で、これから城に帰るところだよ。城？君たちが暮らす聖城か。そういや、前から興味あったんだよね。一度見てみたいな。それならこれから城に遊びに来ないか。シーリスもいるしさ。え、いいの？行く行く。ララノアさん、先ほどの魔獣は…って、あれ、この者たちは。見かけない顔ですね。それより魔獣は片付いたのですか？でしたら集落に戻って族長に報告を。ああ、それなんだけど、報告は君たちにお願いしてもいいかな。え、ララノアさんはどうするんですか？僕には使命があるんだ。この王子とリュカが住む聖城に行って交渉する使命がね。集落の戦力を拡充するため、強いやつを何人かスカウトしてこなきゃ。特にリュカは僕の側近にしたい。いや、俺は抜けらんねえから絶対無理。シャラアップ、話の続きは正常で。ってわけで僕行ってくるから。でも戦力の拡充って必要ですか？集落は今平和ですし。そうそう、最近は森で帝国軍を目撃した話も聞かなくなりましたし、
わざわざスカウトしてまで。それでも備えあれば憂いなしさ。これは集落に必要なことなんだ。そう、決して遊びに行くとかそういうのじゃないからね、ね。はあ、わかりました。それでは失礼します。ダラノア、城に遊びに来たいからって適当なこと言っただろう。君をスカウトしたいのは本当だよ。あと妹のシーリスちゃんも。気が向いたらいつでもこっちに来てよ。ウェルカムだから。へいへい、一応覚えておくぜ。それじゃあララノア、ロルフ、俺たちの城に案内するよ。ララノアさん、キノコ料理のおかわりはいりますか？うん、ありがとう。クラウの料理おいしいね。お前さんの食いっぷり見てて気持ちがいいな。ランザーブも豪快だよね。今度お肉を取ってくるから大食い勝負しよう。ララノア、ロルフを撫でてもよいだろうか？いいよ、どうせならお腹をモフモフしてみない？ロルフ、仰向け。おお、ふわふわなお腹が目の前に。モフモフ。ララノア、すっかりみんなと打ち解けてるね。昔から人懐っこいやつだからな。誰とでもすぐ仲良くなれるんだ。きっとあの親しみやすさも次期族長に選ばれた理由の一つなんだろうな。そういや、ララノア、リュカとシーリスを部下にしたいんだって？うん、気心知れた友達が部下にいれば族長の仕事がはかどりそうじゃん。それに僕、シーリスちゃんみたいな妹が欲しかったんだ。リュカは弟って感じだね。それも姉の無茶ぶりに付き合ってくれる弟。おいおい、誰が弟だよ。俺の方がしっかりしてるから俺が兄だろ。そっかな。だって君、激流の滝で度胸試しした時にビビって。時のことは言わねえでくれ。リュカもララノアの前ではタジタジだね。また遊びに来いよ。いつでも大歓迎だからさ。そうだよ、俺もリュカも、それに城のみんなも待ってるから。本当？なあ、それに前に約束しただろ、悩みがあれば俺が相談に乗るって。だから遠慮なく来てほしい。遊びに来るよ。だからまたね。ララノは次はいつ来られるかな。次期族長の仕事が忙しそうだからな。正直かなり厳しいと思うぜ。それでも彼女には会えそうな気がするんだ。いつかまた。いくらなんでも。
名残を惜しむ必要もなかったかな。いや、正常がすっかり気に入っちゃって。来てくれたのは嬉しいけどよ、次期族長の仕事は大丈夫なのか。心を置きなく楽しむため、仕事はきっちり片付ける。それが僕のポリシーだぜ。それに族長には正常から優秀な人材を獲得してくるって建前は立てたし、ロルフには集落で何かあった時は城に知らせに来るよう頼んでおいたよ。だから時間がある時は正常に遊びに来てもいいかい。たく、楽しむためなら俺以上に全力だなお前。けど俺たちに会うために全力を出してくれたんだよな。そこまで気に入ってくれたなら嬉しいよ。いつでも遊びに来てくれ。やったー、全力で楽しむから二人とも覚悟するんだぜ。ララノアさん、さっき取れた獲物の肉どうしますか。燻製にして貯蔵だね。あ、すぐ食べる分はもちろん先に切り分けておいて。今度行う儀式についてご老人方が打ち合わせしたいそうです。他にも相談したいという人が。順番に聞くよ。今は忙しいから後でって伝えてくれるかい。弓矢の補充がされてないって見張り番から苦情が出てますが。この前の会議で当番を決めたよね。ちょっと待って、確認するから。みんな自分の話を優先してほしいと。あと隣村から使者が来ていますが。待って待って、僕は一人だからそんないっぺんに来られても。まったく何をしている。しっかりしないか、ララノア。だけど仕事が多くて。言い訳無用。そんな調子では次の族長は務まらんぞ。申し訳ありませんでした。ねえ王子、リーダーってさ、命令するだけの役職じゃないよね。もふもふ。そうだな、全体の状況を把握したり仲間を気遣ったり。だけどその大変さを分かってくれる人は少ないんだよね。だいたい族長のあの言い方はないよ。確かにうまくできてないけど。でも僕だって頑張ってるんだ。ああもう、もぐもぐもぐ。大変なんだな、ララノア。ところでさっきから食べているのは？ん？イチゴだよ。君も食べる？王子、助けてくれ！ユカ、どうしたんだ慌てて。おいリュカ、往生際が悪いぞ。素直に謝ったらどうだ。あ、シャストだ。やっほー。ねえ、シャストも僕の部下にならない？さらっとスカウトするな。俺にはアロマの研究があるんだ。君の部下になる暇などない。いや、それよりも今は王子、この食いしん坊を叱ってくれ。食いしん坊ってリュカのことか。一体何があったんだ。研究の合間に食べるため俺はイチゴを用意しておいた。それが少し目を離した隙になくなっていたんだ。
こいつ、それが俺のせいだって決めつけるんだぜ。俺が知る限り、この城でそんなことをするのは君しかいない。大体君には前科があるだろう。俺が楽しみに取っておいたお菓子をこっそりと。それ子供の頃の話だろ。なあ、俺が犯人じゃないって説明してくれよ。そう言われてもな。今ならデコピンで許してやる。だから白状するんだ、リュカ。だから俺じゃないってば。シャスト、君イチゴをどこに用意しておいたんだい？城の台所だが。そこにあるイチゴ、まさか。ごめんシャスト、犯人は僕だ。台所に置いてあったのをてっきりクラウがみんなのおやつに用意したものと勘違いして。なあ、俺じゃなかっただろ。今謝ればデコピンで許してやるぜ。すまなかったな、リュカ。しっかしララノア、食べる前に誰のイチゴか確認しなかったのかよ。面目ない。まったく、しっかりしろよな。そんな調子じゃ族長の仕事は務まらないぜ。え、族長の仕事？リュカにそこまで言われる筋合いはないと思うんだけど。なんだよ、文句ぐらい言わせろって。俺は危うくシャストにデコピンされるところだったんだぜ。だからって族長の仕事について文句言うことないだろ。いやいや、俺はお前の将来を思ってだな。へえ、僕って心配されるくらいダメダメに見えるんだ。あれ、ララノア？なんだよ、なんだよ。僕だって一生懸命やってるのに。なのに族長もリュカも、わあ、もう。あ、おい、俺もしかして怒らせちまったのか？ララノア、最近は族長の仕事が大変だったらしい。だからそれで悩んでいて。そうだったのか。なのに俺、無神経なことを。謝ってくる。待て、リュカ。いきなりお前が追いかけても、こじれるだけだ。ここはまず、誰かがなだめに行った方が。俺が行ってくるよ。王子？そうだな。ここはララノアと同じく、人を束ねる者が適任か。頼む。ララノア、ここにいたのか。王子、追いかけてきてくれたんだ。なあ、君が心配だからね。リュカのことなんだけど、決して悪気があって言ったわけじゃ。うん、いつもの軽口だよね。なのにさっきの僕ったら、反省だね。でもあいつの言葉、確信をついてたんだ。確信？僕、頼られるリーダーになろうって頑張ってきたんだ。だけど最近は空回りしちゃって。そしたらこのままみんなに呆れられるかもって怖くなって。だから不安なんだ。
こんな僕に次の族長が務まるのかって。ララノア、最初から何でもできるリーダーなんてそうはいないよ。だからララノアは自分のペースで理想のリーダーを目指せばいい。理想のリーダー。それに君が抱えている不安はきっと仲間を率いる責任感から生まれたものだよ。え？そうなのかな。ああ、だから君にはリーダーの資質が十分にある。それに俺だってリーダーとして学ぶことがまだまだあるんだ。だから一緒に頑張ろう。王子、そうだね。今はまだまだ未熟でもこれから成長すればいい。僕なりのペースで君と一緒に。元気が出たみたいだね。おかげさまでね。そうだ、リュカに謝らないと。ララノア、落ち着いたみたいだな。シャスト、リュカ、君たちも追いかけてきてくれたんだ。ララノア、お前の事情も知らずに無神経なこと言っちまった、すまねえ。うん、謝るのはこっちだよ。元はといえば僕が悪かったんだ。だからリュカ、ごめん。よかった、仲直りできたみたいだな。そうだ、これから森でイチゴを取ってくるよ、お詫びの印に。それだったら3人で行かねえか。昔みたいに誰が一番多く取れるか勝負しようぜ。たまには君たちに付き合って童心に帰るのも悪くないな。どうだララノア。二人が良ければ喜んで。楽しんでくれて何よりだよ。海鮮料理って初めて食べたけどめっちゃ美味しかった。集落のみんなにも食べさせたいな。それと飲みの市だっけ、あれも楽しいよね。露店とも違うし、なんかすっごく興奮したよ。わかるぜララノア、別種族の街を歩くとさ、こうビビビってくるよな。僕ヒューマンの世界のこともっと知りたくなったな。そこの人ちょっといいですか。ん、もしかして俺か。はい、道をお尋ねしたいのですが。なんだこの犬。どうしたんだロルフ、急に吠え出したりして。落ち着けってロルフ、あんた驚かせちまってすまねえな。ったく、犬のしつけぐらいちゃんとしてくださいよ。ロルフはむやみに吠える子じゃないよ、ちゃんと理由があるはずさ。そうだね、例えば君が何か危ないものを隠し持っているとか。あ、危ないものって何をバカなこと。何か落としたぞ、これはナイフか。このナイフ、歯に毒が塗られてるぞ。逃げやがった。
あいつきっとお前を狙った暗殺者だぜ。だけど追いかけようにも、もう人混みに紛れて。心配しなくていいよ、僕たちが見つけてあげるから。ロルフ、チキショー、あのクソ犬のせいでしくじったぜ。しばらくこの辺で身を潜めるか。さて次はどんな手で王子を。ワッワッワッ、クソ犬、どうしてここに。まさか俺の匂いをたどって。これ以上てめえに邪魔されてたまるか。死ねえ。ロルフ下がって、あとは僕の矢で。はっ、やっ、ちょー。誰も僕たちから逃げられないんだ、これ常識だよ。さてと、こいつを衛兵に突き出したら王子たちのところに戻ろっか。ロルフ、ララノア、ロルフ、今日は助けてくれてありがとう。今はクラウに頼んでお礼のご馳走を用意してもらってるよ。もちろんロルフの分もね。やったねロルフ。それにしても二人の息ってぴったりだよな。僕の集落では狩りのお供に猟犬を連れて出ることが多いからね。猟犬とのコンビネーションは西の森の狩人には必須のスキルだよ。それに僕とロルフは一緒に厳しい修行を積んだ仲だからね。え？一緒に修行を？うん、僕の集落では次期族長に選ばれると子犬を与えられるんだ。族長の猟犬は特別なんだ。子犬の頃から常に主と共にいて、同じ訓練をくぐり抜けなきゃいけない。それで僕に預けられたのがこのロルフ。僕たちいろんな修行をしたよね。並んで走ったり、魔獣と戦ったり、時には滝に打たれたり。そうして固い絆が生まれたんだね。うん、だけど最初の頃は苦労したんだよ。ロルフったらやんちゃでさ、僕の言うことなんか全然聞かなくって。今のロルフからすると意外だな。それがどうして素直になったんだ。あれは修行で夜の森に狩りに出た時だね。むずがるロルフを連れて獲物を追っていたんだ。だけど僕ドジ踏んじゃって大怪我をしちゃったんだ。え、大丈夫だったのか。全然ダメだった。身動きが取れなくてもう死んじゃうって思ったよ。ロルフもびっくりするばかりでさ。でも他には誰もいないからロルフに頼るしかなかった。だからダメ元でお願いしたのさ。助けを呼んでほしいって。うん、そしたらね、今まで言うことを聞いてくれなかったロルフが駆け出してくれたんだ。で集落の仲間を連れてきてくれて、おかげで僕は助かったのさ。それ以来だね、ロルフが素直になったのは。へえ、そんなことがあったのか。けどどうしてあの時ロルフは言うことを聞いてくれたんだろう。あんなに機関棒だったのに。なんでだろう。いきなり性格が変わるわけないし。だとしたら
あ、もしかして初めてララノアに頼られたのが嬉しかったんじゃないか。僕に頼られたのが？ああ、言うことを聞かせようと命令しても従わない人はいるだろう。でもそういう人も逆に頼られると素直に頑張ってくれたりする。きっとロルフも。ロルフ、そうなのかい？そういえば僕も嬉しかったな、狩りで仲間に頼られた時は。そうそう、あの日気を良くして次期族長を引き受けようって決めたんだっけ。集落のみんなの力になれるのが嬉しかったから。だから。ララノア、ありがとう。おかげで僕初心を思い出したよ。リーダーになろうって決めた時のこと。いろいろ迷う時もあるけど、それでも頑張らなきゃね。吹っ切れたようだね。うん、ロルフもありがとう。君のおかげで僕は頑張れる。ララノアさん、ロルフ、料理ができましたよ。おっと、ナイスタイミング。じゃあご褒美をいただこっか。もちろん一緒にね。行こう、ロルフ。行くぜ、そりゃあ。弓矢相手にそんな戦い方があるんだ。面白いね。他にもこの城にはすげえ技を持ってるやつがいっぱいいるぜ。ここで技を学んで集落のみんなに教えたら僕の集落無敵になるかも。そうかもね。もっと向こうから何か来る。あれは？ロルフじゃねえか。すげえ慌ててるぞ。確かロルフには集落で留守を任せていたんだよな。うん、どうしたんだロルフ。まさか集落に何か。だとしたらすぐ戻らなきゃ。俺たちも一緒に行く。急ごう。この近くに帝国軍が現れたって。はい、ですが森を横切っただけで集落には気づきもしませんでした。そっか、ならよかった。ほっとしたぜ。だが安心はできんぞ。またいつ何時現れるかもしれん。そこでララノア、これからはずっと集落にとどまり森の見張りをしろ。お主の目と腕なら万一の事態が起きても対処できるだろうからな。ことは正常に通うのは禁止に決まっている。外遊になど出ている暇はあるまい。次期族長として集落を思う気持ちがあるのなら己の自由を捨てる覚悟はできているはずだ。集落を思う気持ちで、でもさ、いきなり遠出禁止なんて急すぎじゃ。リュカ、いいんだ。ありがとう。僕なりに悩むところもあるけど仕方ないとも思うし。族長、このララノア次期族長として集落防衛の命慎んでお受けします。ですがその前に
これまでお世話になった正常の方々にお別れをしてきてもよいですか？それぐらいならいいだろう。一晩だけ泊まることを許そう。ありがとうございます。さ、そういうわけで二人とも城に戻ろう。ほらロルフも最後の挨拶しないとね。ああ、なあ、いいのかよ、何も言わなくて。なあ王子、西の森が大変なのはわかるけどよ、いきなり交流禁止なんてありかよ。せっかくララノアも馴染んできたのに。リュカ、これは彼らの問題だよ。族長とララノアが決めたなら口出しはできない。だけどもしララノアに何か思うところがあるのなら。おい、あそこにいるのはララノアじゃねえか。ロルフ、聞いてくれるかい？僕、命令に従うことにしたよ。族長の言うことはもっともだからね。だけど、本当にそれでよかったのか悩んでもいるんだ。この城に通うようになって僕は知ったよ。ヒューマンの世界には森にないものがたくさんあるって。集落を思う気持ちがあるのならずっと集落にいるべきかもしれない。だけど集落の未来を考えるなら僕はヒューマンの世界を。もっと見てみたいってか。リュカ王子、盗み聞きなんてよくないね。ほっとけ。それより今のお前の話、俺はいいと思うぜ。お前がヒューマンの世界を学んでその知識を持ち帰ればきっと集落は発展する。お前が本気でそこまで考えてるならあのじいさんを説得しよう。俺たちも手伝うからさ。もちろん本気だよ。でも族長は納得するかな。見張りが必要なのは確かだし。見張りについてなら俺に考えがある。ナラノアは気にせずに自分の意見を伝えるといい。でもこれは僕の集落の問題だよ。君たちの手を煩わせるのは。お前な、いつもはズケズケ言うくせにどうしてこういう時は塩らしいんだよ。俺たちが頼れって言ってるんだ。だからお前は遠慮なく頼れ。頼る君たちを。そして君が頼ってくれたら俺たちは嬉しい。ララノアが思い描く未来のため協力させてくれないか。僕が描く未来のため。あ、そうか、今わかったよ。理想を実現するために誰かに頼んで力を借りること、それがリーダーの仕事、そして僕の仕事なんだ。リュカ王子、僕の理想のため君たちの力を貸してくれるかい？ああもちろんだぜ。何？これからも正常に通い続けたいだと？はい、ヒューマンの世界には僕たちの知らないものが多くあります。それらを取り入れていけば集落は確実に発展するはずです。森の外を見てそれを実感しました。
だから僕はこれからも正常に通いヒューマンの世界を学びたいんです。それに帝国軍はヒューマンの軍隊だ。こいつがヒューマンの戦い方について学べばきっと役立つはずだぜ。ほら誰かが言ってただろ、敵を知れば百戦危うからずって。それは一理あるかもしれん。しかし見張りの件はどうなる？見張りが必要なら正常から出します。えりすぐりの車種を交代で。そして何か起きたら俺たちが全面的に支援します。王子たちの支援か。それなら見張りの心配はなくなるだろう。しかしララノア、多種族を理解し学ぶのは並々ならぬこと。お前には次期族長としての仕事もある。できるのか、仕事と学びの両立が。それはだったらララノアさんがいない間は俺たちに仕事を任せてください。ええ、それがこの集落の未来のためなら。みんな、俺たち知っていますから、あなたが集落のためにどれだけ頑張っているのか。そんなあなたのために私たちも頑張りたいんです。族長、俺たちからもお願いします。ララノアさんならきっとやり遂げるはずです。だからララノアさんを正常に通わせてください。族長お願いします。確かに最初は遊び半分でした。でも今は違います。いろんなものを持ち帰って役立てたいんです。次期族長として。ララノア、それにお前たち。族長、はあ、わしの負けだ。まだ子供と思っていたが、ここまで人望が厚いとは。ララノア、お前に新たな名誉を下す。ヒューマンの城に赴き、その世界について学んでこい。皆が信じたお前をわしも信じよう。ロルフも連れて行け。族長ありがとうございます。よかったなララノア。ありがとう王子、ありがとうリュカ。僕いっぱい学ぶよ。リーダーとしてこの集落を大きく強くするために。エルフィリス、前に借りた歴史書でわからない単語があるんだけど。どれどれ。これは宰相だな。君主の政治を助ける役職だ。ありがとう。いやヒューマンの言葉って難しいね。それでも短期間でここまで読めるようになるとは大したものだ。ヒューマンの世界を勉強するためだからね。もっともっと覚えるよ。それとロマンス小説も読みたいし、君のおすすめ読んでる途中だけどすっごくドキドキするだろう。ラストは特にすごいんだ。読み終わったら感想を語り合おう。荷物持ちを手伝ってくれてありがとうございます。全然いいって。買い物を通してヒューマンの文化に触れられたし。あのお店で売ってるの集落では見たことないや。なんだろう。ヒューマン特有の道具みたいですね。見てみましょうか。え、寄り道してもいいのかい。勉強のためならば許可します。
のおすすめ。おすすめなのは料理だけじゃねえぞ。ここは傭兵のたまり場でな。帝国が南の街道に新しく関所を設けるらしいぞ。そういや北の某貴族は帝国支配に懐疑的らしい。争いになるかもな。こうやって耳をそば立ててるだけで各地の情報が入ってくるんだ。他にも俺の顔なじみの傭兵や情報屋が来るから紹介してやろうか。うん、頼むよ。しかしランザーブ、お主も悪よの。いやいや、別に悪いことは何にもしてねえだろう。言ってみただけ。これならどうだ？それ！危ない危ない！絶妙なコンビ技だね。でもコンビネーションなら僕も負けないよ、ロルフ！いつの間に背後に？うわあ！リュカ、大丈夫か？連携が崩れたね。覚悟！うわあ！参った！降参だ！今回の模擬戦は僕の勝ちだね。さあ、もう一戦やろ。おいおい、ぶっ続けで何戦目だよ。いい加減休もうぜ。僕、いろんな戦い方を学んで集落に持ち帰りたいんだ。いくらでも付き合うって言ってくれたのは君たちだろ。もう一回もう一回って、あれれ、僕は元気でもお腹はなんか食わせろって。仕方ないからご飯にしよっか。助かったぜ。サンドイッチ美味しい。あ、その卵サンドと僕のレタスサンド交換しない？いやだ、こいつは俺のもんだぜ。リュカのケチンボねえ、ロルフ。だけどラルノア、ヒューマンの戦術の方はバッチリだな。他の勉強はどう？城のみんなのおかげで順調順調。毎日が驚きと発見の連続さ。この調子で知識をどんどん広げて集落の発展に役立てるよ。おララノアが西の森をどんな集落にするのか楽しみだな。そうだ、二人とも僕の理想の集落について聞いてくれるかい？お前の理想の集落？うん、僕ようやく気づいたんだ。なんで僕が正常に心惹かれたのか。ここは身分も種族も関係なく、いろんな人たちが集まって切磋琢磨している。だからこんなにも賑やかなんだ。僕、将来西の森の集落に聖城みたいな場所を作りたい。え？森に聖城って、まさか木を切り倒して城をぶっ立てんのか？違うよ、そんなの森の民らしくないだろ。僕が気づくのは大樹の城さ、マザーツリー。集落の近くにそびえ立つ大樹を城にする。そこにはフォレスティアだけじゃなく、ヒューマンや他の種族も集まって交流を深めるんだ。種族を超えて。大樹の城か。で
せっかく出たな。じゃあお前はそこに住む王女ってことになるのか。王女、王女か。悪くない響きだね。でもお前が王女、似合わねえ。ロルフ、リュカのお尻を噛むんだ。ララノア、悪かった。大樹の城か。素晴らしい考えだけど、実現するのは大変そうだな。だね。族長たちの理解を得るのは難しそうだし、多種族との暮らしに不安を覚える仲間もいるだろうし、それでも僕は大樹の城だから、リュカ、お願いがある。僕の部下になってくれないかい。君には類稀なる発想力と行動力がある。そして森の民の未来を誰よりも考えている。そんな君が僕の理想に必要なんだ。またその話か。悪い、前も言ったけど、俺はこいつと一緒に戦うって決めてる。けどさ。けど何？友達の夢のためならいくらだって力を貸すぜ。必要ならいつでも呼べよな。ありがとう、リュカ。でもやっぱり優秀な部下は手元に欲しいな。あ、だったら王子ごと部下になっちゃうってのはどう？君までゲットできればもう最高。いや、俺には正常があるから。そうだぜ。それにこいつは王子だぜ。そっか、王族を部下にするのも失礼な話か。はなんだよ、気持ち悪い笑い方して。いい方法を思いついちゃった。君が僕のお婿さんになればいいんだ。お婿さんって、大樹の城の王女と正常の王子が結ばれて一つの大きな国ができる。これでみんなハッピーさ。おいおい、ララノア、お前とんでもねえこと言ってんぞ。そのなんていうか。今のはもちろん冗談だよ。今のところはね。さ、休憩は終わりだ。これからもどんどん君たちの胸を借りるよ。だから二人ともよろしくお願いするぜ。